和泉市の米の津中学校で災害訓練の体験学習がありました。消防、警察、自衛隊などがさまざまな訓練を紹介し、生徒たちは服を着たまま泳ぐ方法や AED の使い方などを熱心に学んでいました。訓練に参加した生徒はもしもの時に生かしたいと話していました。撮影は和泉市の MBC ふるさと特派員吉海保さんでした。